中部カリマンタンはインドネシアの州。州とはパランカラやカリマンタン島にある5つの州の一つ。人口はおよそ240万人。1990年から2000年には年平均2.7%というインドネシア全州のうちで非常に高い人口、増加率を記録した。同州は1950年代にイスラム教徒の多い南カリマンタン州から 大約族が自治権を求めて分離し、同衆が形成された経緯がある。そのため他の地域に比べて、大約族の人口割合が多い。中部カリマンタン州は十三の県と一つの支部に分けられている。スカマラ県、ラマンダウ県、西コタワリンギン県、スルヤン県、東、コタワリンギン県、カティンガン県、プランピサウ県、グヌンマス県、カプアス県、ムルンラヤ県、北バリト県、東バリト県、南。 バリと県から1957年にパランカラヤへ首都機能を移転しようという動きがあった。ありがとうございます。